チャオ、あちゃんです。今日のあちゃんちの晩ご飯のアトンデラタイムは、これはね、そこエバーグリーンで買ってきた、大きなツインシューをいただきます。これはね、やばい、70円ぐらい安いので、大きくてね、いただきます。うん、もうこういうの何回か食べてるかなと思うんだけど、最近食べてないからね。まあでかい、でかいのでかいで、今はねカスタードしか出てきてないけど、生クリームとカスタードのツインシューになってるんだけど、うん、うん、うん、結構ね、食べ応えがある、ね、なんていうかな、カスタードとホイップのね、結構たっぷり入ってるんだよね。食べ応えがあって満足、笑顔になれる、うん、やっぱりね、ご飯の後のこの甘いものっていうのはね、心にもいいよしね。なんか、やっぱこのご飯の後甘いのね、懐にもいいらしくてね。もちろんね、お金は使ってんねんけども、きっちりそれ以上に返ってくるって言われてんねんね。だから毎日この甘いものっていうのを重ねてやると、景気が良くなってくるって、前にそのね、なんとかちょっと良くなったって言ってる通りやねんけども、今回もそれね、ちょっと運を呼びたいなと思ってね。だから、ね、これを食べることによって、いいこと、こんなにないなと思いながら、大体になるね。うん。うん。はい。はい。悩んでたり考えてることもいいんだよ。これなんないこと言ったらなって思いながらね、ほんまに悩み事だらけ。もちろん YouTube していく上での悩みだけでなくね、プライベートでの悩み、ね、いろんな悩みがあって、これがね、うまいこと歯車が噛み合ったらいいことかな。全部違うことやね、悩みはね。でも一個一個の悩みが全部歯車が噛み合うと、一つになって大きな答えが返ってくる。でも分かってんねんけど、うまく歯車が噛み合わへんねん、一個一個はね。だからねんけどね、まあ、何をして何を頑張ったらいいのかっていうのをね、うまくやっていかなあかんなって今思ってんだけどね。やっぱりね、ほんまに、結局やっぱ今やれることやるしかないねんけどね、それがなかなか一個難しくて、やっぱ今ね、まっちゃんは動画を作ってね、確実に1再生とっていかなあかんねん。ね、もういっそ飛びしにね、何十万再生何百万再生なんて狙っても無理やし、
何十万何百万っていうね収益なんて今すぐ狙うなんて無理な話。だからほんまにあっチャンネルが始まった頃初心を思い出してね、1ヶ月に何千、1ヶ月に8000円を超える、8000円で1ヶ月に1回収益が入ってくるんですね。で8000円以下やったら蓄積されていくのね。まあ今はねそうじゃなく、まあ、100円でも10円でも、うん、メインチャンネルと同じアドセンス使ってるから入ってくるんやけどもね、そうじゃなしに着実にその8000円を月に8000円を超えるコンテンツっていうのを考えてやっていかなあかんのよ、裏チャンネルで。だから裏チャンネルを今頑張るっていうのをやってみるので、まだ1ヶ月8000円いってないねそんな状態だけどね、まあ、そこが今あっちゃんの一歩目の目標なんよ。で、ちょうど1ヶ月半分か、今月は8000円超えないと思うもちろんね、こうやってどうやればね、そう、いいのかどうかっていうことを考えて、ね、頑張っていかなあかんのよ。再生ページでね、毎月どういうふうな頑張り方をしたらやっていけるのかって考えていくのが大事やねんね。もちろんね、メインチャンネルもそうやねんね。でも今はメインチャンネルっていうのは本当に今やってること以上に何をしていいのか本当に頭打ち状態やねんけど、裏チャンネルはこれからまだ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 伸びしろがあると思ってるから、裏チャンネルを全力で今頑張っていくっていうのが今の目標であって、今のあっちゃんはやっていかなきゃみたいと思ってるね。だからね、ほんまに遠回りで足踏みしてるのかもわからへんけど、でもあっちゃんは今そこを頑張るしかないなと思っててね。だからね、まあ、それだけじゃないね、他にもいろんなことがあってね、そんな歯車が全部噛み合った時にいろいろとビッグウェーブが来ると思ってんの。そんな歯車がいつ噛み合うかやね、なかなか噛み合いそうで噛み合わないの、ね、そこが難しかったね。で結局まあね、フランスのコンテンツね、これもなかなか難しくってね、まあどうやったらどうやって再生を取っていくか一生懸命頑張るしかない、うん、それだけなのね。だからね、結局だからね、村ちゃんのライブも全然やっぱり再生数も楽しい、収益も楽しいんだけども、メインチャンネルのライブ、メインチャンネル自体も収益率下がってるから、それに伴って裏チャンネルは登録人数少ないから低くて当たり前やねんけどね。だからそこのところも登録人数も増やして表に出てくるようになって、みんなに見てもらう再生とともに、登録人数も増えてきて収益率も上がっていく。そうなってくると一気に上がってくるから、そこを狙っていかなあかん、頑張るわということで、今日は、大きなツインシューを立ちながらちょっといろいろと飾ってみました。美味しかったですということでね、こうやって甘いもので運気を呼び込んで、これからね、いい方向に行くように頑張っていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのおやつ雑談タイム良かったよと思ったら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。やったね、バイバイ。